はい、おはようございます。栃木の竹志農場です。竹志農場がねパソコンをやっている部屋には、鉢植えのとちおとめ、いちごがね置いてあります。で今ね、5個目の花が昨日咲きまして、2個はね、花びらが落ちてね、これからいちごの実が大きくなっていきます。あれどこ行っちゃったかな。ピック、あった。はい、このね、2個が花が咲いて花びらが落ちて、もうイチゴの実がつきました。で、この3つがね、今花が咲いて受粉中です。で、これが昨日咲いた一番新しい花かな。ということで、まあ最低でもね、5個はこの、植木鉢、イチゴが なります。でね、やっぱり最近変わったのは、毎日毎日イチゴの顔が違うんだよね。で、植物の葉っぱって、葉っぱとかこの茎って、もう伸びてくると、ほとんど、この形がか、まあ、曲がったり、ね、開いたり、縮んだりなんてね、ほとんどしないと思ってたんですが、一日一日顔が違います。で、これなんかもね、2、3日前は上向いてたんですが、まあ、だんだん大きくなって、下、を向いてきました。あとこの3つの花ももうちょっとこの間隔が詰まってたんですがね、この軸が伸びるっていうのもあるんですが、間隔が開いてきたりということで、一日一日ね、この形が変わってます。はい、そういうことで見れば見るほどこう面白いっていうかね、植物ってあまり動かないのかなと、形が変わらないものかなと思ってたんですが、やはり一日一日違います。いや驚きましたね。で、自分もね野菜農家をもうかれこれ50年近くやってますけど、もう作物としてしかね見てなかったんでね、まあこういう詳しく観察するっていう、機会なかったんですが、見れば見るほどね植物って、語りかけてくるものがあるんだなと思っております。それとね、この白い花ってのもね癒されますよね。冬でね何もない緑が少ない時期にね、自分の部屋にこういうものがあるっていうのはね結構癒しになってます。はい、まあそういうことでね、ちょっと植木鉢1個ですね、こんなちっちゃなものでも結構あるとね心もがなんかほっこりしてきていいなと思って、ちょっとね今日動画にしてみました。シニアの皆さんね、まあ心穏やかにね毎日をお過ごしになってください。今日もよろしくお願いいたします。そしていい日でありますように。以上で終わりにしたいと思います。